おはようございますす関根和夫ですお元気ですか、えー、先日、えー、ある方からこんな文章が送られてきたんですけれどもこれは大きな災害で被災したり事故に巻き込まれたりした時私たちは動揺したり後遺症に悩んだりするわけですけれどもまあそういう時のための教訓といいますかそんな内容が書かれた文章でした、えー、こんなふうに書かれてありました。 えっと、1から、えっと、10までですかね。1、大変な出来事の後に様々な心的症状が出るのは正常なことです。まあ、これはその、私だけが不安がってるのかなとか、私だけが怖がってるのかなとか、そんなことはありませんよということですよね。2番目、私は弱いと自己批判したり、自分に厳しくならないでください。こんなことで悩んでる私はダメだ。 と決めつけないいようにっていうにことですよねこれは別にあのそういう、えー、災害に遭った時ばかりではなくて日常においてもそうなんだと思うんですよね。3番目他の人が私のことを悪く思ったり弱虫だと思ったりするのではと考えないでください。人がどう思うかということを考えすぎて動けなくなってしまう。本当は行きたくないのになんかこう引っ張られてしまう。 まあそういうことがないようにということですね <coughs>。4番目、自分の感情を我慢してため込まず、思っていることを口に出して表現してみましょう。大変な経験を乗り越えるのに役立ちます。また、今後出てくるであろうストレスが原因の症状を軽減できます。まあ、我慢しないで言葉にしてみるということですよね。 これは必ずしもその人がいなければ相手がいなければ話せないっていう意味ではなくて例えば自分がつらいということを正直にそのまま自分を否定しないで批判しすぎないで例えば日記のような形で書いてみるというのも一つの方法かもしれません言葉化してみる言語化してみるっていうことですよねそれから5番目必要な時は助けを求めましょう助けてって言っていいんだよっていうことですね 教えててくだださいって言っていいんだよっていと言っんようことです6番目大変な経験をしたらすぐに誰か信頼できる人や体験談を聞く経験を受けた人に話を聞いてもらいましょうまあ聞いてもらうという作業、まあ、これ人を選ばなきゃいけないと思いますけれどもでもそういう相談相手が誰かいて、えー、自分の心の中にある痛み悩みそういうようなことを言葉にして 書いたりということだけではなくて人に相談してみるというのはいいことですね七番目困っている苦しんでいる人の話に耳を傾けましょう今度はこれは聞いてあげるということですね聞かせてもらうと言ったらいいでしょうか答えがなくてもいいんです答えがあるなしではなくてちょっと話聞いてくれるって言ったら答えを言うつもりにならないで答えを決めつけないで聞かせてもらうという いや、もしかすると聞かせてもらうということが一番大きな教育になるかもしれないですね。で、聞かせてもらって、その時に、えっとね、決めつけて、えー、なんて言うんでしょうね。それは違うよとか、正論をぶつける必要はないんですよね。相手の話を受け入れてしまう必要がない。相手の話を受け止めさせてもらえれば良いということですね。え、8番目、休みましょう。 それから9番目、回復するまでゆっくり時間をかけましょう。これ個人差がありますから、ゆっくり時間をかけるということですね。それから10番目、誰かから差し出された助けは受け入れましょう。まあ、受け止めてみるということですね。結構ですとばかり言わないで。で、その後で、大変な状況ですが、心がくじけないよう、ちゃんと寝て、ちゃんと食べて、心身ともに健康にお過ごしくださいという文章があったんですよね。 私はこの10の項目4でそれぞれ納得と言いますかそうだよなと思ったんですけれどもでも私が一番大事だなと思ったのは実は10番目の後の最後の一言心がくじけないようにちゃんと寝てちゃんと食べて心身ともに健康に過ごすというこれですね眠ることができて食べることができたら健康はある程度維持できますだから あの心配で心配で眠れない心配で心配で食べれないということがありますけれどもだんだん食べれるようになって眠れるようになってきたら極度に心配しないでゆっくりゆっくり養生して話を聞いてもらいながら、えー、まあ体調を整えるというかそれができたらいいかなと思うんですよね。ですから私の今日のお皆さんに対しての提案はちゃんと寝てちゃんと食べて。 元気でいってください。ということなんですけどね。今日もぜひよく食べて元気でお過ごしいただけたらと思います。それじゃあまた。